源氏物語野脇紫式部与謝野明子役「けさやかにめでたき人ぞ在ましたるの」「運が開くる上巻の奥に明子」「中宮のお住居の庭へ植えられた秋草は今年はことさら種類が多くてその中へ風流な黒木赤木のませ柿が所々に言われ 朝露夕露の置き渡す頃の優美な野の,の景色を見ては春の山も忘れるほどに面白かった春秋の優劣を論じる人は昔から秋を良いとする方の数が多いのであったが六条院の春の庭の眺めに説を書いた人々はまたこの頃では秋の賛美者になっていた世の中というもののように中宮はこれにお心が惹かれて ずっとご実家生活を続けておいでになるのであるが、音楽の会の催しがあってよいわけではあっても、8月は、ふくんの前皇太子のご気づきであったから、それにはばかってお暮らしになるうちに、ますます、草の花は森になった。今年の野脇の風は、例年よりも強い勢いで、空の色も変わるほどに吹き出した。草花のしおれるのを見ては、それほど、 自然に対する愛のあるのでもない、浅はかな人さえも心が痛むのであるから、まして炉の吹き散らされて、無残に乱れていく秋草をご覧になる宮は、ご病気にもおなりにならぬかと思われるほどのご心配をあそばされた。覆うばかりの袖というものは、春の桜によりも、実際は秋空の前に必要なものかと思われた。 日が暮れてゆくに従って虐げられる草木の影は見えずに、風の音ばかりの募ってくるのも恐ろしかったが、格子などもみんな下ろしてしまったので、宮は、ただ、草の花を、哀れに大思いになるより、おかしか方もありにならなかった。南の御殿の方も、前の庭を修理させた直後であったから、この野脇にもと、荒の小萩が、 本邦に枝をを振りりすのを傍観しているより他はなかった。枝が折られて、炉の宿ともなれない風の秋草を、女王は、縁の近くに出て眺めていた。源氏は、小姫気味のところにいた頃であったが、中将が来て、東の綿殿のついたての上から、妻戸の開いた中を、何心もなく見ると、女房が大勢いた。中将は、 立ち止まって音をさせぬようにして覗いていた。屏風なども風の激しいためにみんな畳寄せてあったからずっと先の方もよく見えるのであるがそこの縁付きの座敷にいる一女性が中将の目に入った。女房たちと混同して見える姿ではない。気高くてきれいでさっと匂いの立つ気がして春のあけぼのの霞の中から。 美しいカバザクラの咲キミれたのを見出したような気がした。夢中になって眺めるものの顔にまで、愛嬌が反映するほどである。かつて見たことのない霊人である。ミスの吹フキアゲラレルノ、ニョたちが抑さえ歩くのを見ながら、どうしたのかその人が笑った。非常に美しかった。草花に同情しておくも入らずに、紫の女王がいたのである。女房も、 きれいな人ばかりがいるようであっても、そんな方へは目が映らない。父の大臣が自分に接近する機会を与えないのは、こんな風に男性が見ては、平成でありえなくなる美貌のママ母と自分を、聡明な父は隔離するようにして親しませなかったのであったと思うと、中将は、自身の隙見の罪が恐ろしくなって、立ち去ろうとするときに、源氏は、西側の襖す湖を開けて、 夫人の居間へ入ってきた。嫌な日だ。慌ただしい風だね、孔子をみんな下ろしてしまうがよい、男の用人がこの辺にもいるだろうから、用心をしなければ。と源氏が言っているのを聞いて、中将は、また、元の場所へ寄って覗いた。女王は、何か物を言っていて、源氏も微笑しながら、その顔を見ていた。親という気がせぬほど、 源氏は若くきれいで、美しい男の森のように見えた。女の美もまた、完成の域に達したときであろうと、身にしむほどに中将は思ったが、この東側の格子も風に吹き散らされて、立っているところが中から見えそうになったのに恐れて身を退けてしまった。そして、今来たように咳払いなどをしながら、南の縁の方へ歩いて出た。だから、 私が言ったように武用人だったのだ。こういった源氏が初めて東の妻戸の空いていたことを見つけた。長い年月の間、こうした機会が捉えられなかったのであるが、風は岩をも動かすという言葉に真理がある、慎み深いあなたも風のために走へ出ておられて、自分に珍しい喜びを与えたのであると中将は思ったのであった。 大変な風力でございます。北東から来るのでございますから、こちらは幾分よろしいわけでございます。馬場殿と南の釣り殿などは危険に思われます。などと主人に報告して、下人にはいろいろな命令を下していた。中条はどこから来たか。三条の宮にいたのでございますが、風が強くなりそうだと人が申すものですから。 心配でこちらへ出てまいりました。あちらではおひとかたきりなのですから、心細そうになさいまして、風の音なども、若いこのように恐ろしがっていられますから、お気の毒に存じまして、またあちらへ参ろうと思います。と中将は言った。本当にそうだ。早く行くがいいね。年がいって、若い子になるということは、不思議なようでも実はみんなそうなのだね。 源氏は大宮にご同情していた。騒がしい天気でございますから、いかがとお暗示しておりますが、この阿蘇がお付きしておりますことで、安心してお伺いはいたしません。という挨拶を源づけた。途中も吹きまくる風があってわびしいのであったが、真面目な講師であったから、三条の宮の祖母君と六条院の福井へのご機嫌伺いを書くことはなくて。 宮中のご近親日などで御所から外へ出られぬ時以外は役所のようの多い時にも臨時の御用の忙しい時にも最初に六条院の府君の前へ出て三条の宮から御所へ出勤することを規則正しくしている人でこんな悪天候の中へ身を呈するようなお見舞いなども苦労とせずにした宮様は中条が来たので力を得たようにお喜びになった 年寄りの私が、まだこれまで経験しないほどの野脇ですよ。と震えておいでになった。大木の枝の折れる音などもすごかった。家々の瓦の飛ぶ中を来たのは冒険であったとも、宮は行っておいでになった。華やかなご生活を遊ばされたことも、みんな過去のことになって、この人一人を頼りにして、おいでになるご現状を拝見しては、無情も感じられるのである。 今でも世間から受けておいでになる尊敬が薄らいだわけではないがかえってお一人っ子の内大臣の取る態度に温かさの欠けたところがあった夜通し吹き続ける風に眠りえない中条は物哀れな気持ちになっていた今日は恋人のことが思われずに風の中でした隙見で初めて知るを得たママ母の女王の面影が潜られないのであったこれは どうしたことか、大それた罪を心で犯すことになるのではないかと思って反省しようと努めるのであったが、また、同じ、幻が目に見えた。過去にも未来にもないような美貌の方である、あれほどの夫人のおられる中へ、東の夫人が混じっておられるなどということは、想像もできないことである。東の夫人がかわいそうであるとも、中将は思った。 父の大臣の立派な性格がそれによって証明された気もされる。真面目な中将は紫の女王を恋の対象として考えるようなことはしないのであるが自分もああした妻が欲しい短い人生もああした人と一緒にいれば長生きができるであろうなどと思い続けていた。明け方に風が少し湿気を帯びた重い音になって紫風な雨になった。 六条院では、離れた建築物がみんな倒れそうでございます。などと侍が報じた。風がもみ抜いている間、広い六条院は、大臣の住居あたりは、大勢の人が詰めているであろうが、東の町などは、人づくなで、花散里夫人は、心細く思ったことであろうと、中条は驚いて、まだほのぼのしらむ頃に、 三条の宮かから訪ねに出かけた横雨が冷ややかに車へ吹き込んできて空の色もすごい道を行きながらも中条は魂が何となく身に沿わぬ気がしたこれはどうしたことまた自分には物思いが一つ増えることになったのかと立然としたこれほどあるまじいことはない自分は狂気したのかとも いろいろに苦しんで、六条院へ着いた中条は、すぐに、東の夫人を見舞いに行った。非常に怯えていた花散る里とをいろいろと慰めてから、家しを呼んで損ねたところどころの修繕を命じて、それから南の町へ行った。まだ、孔子は挙げられずに、人も起きていなかったので、中条は、源氏の寝室の前にあたる甲羅に寄りかかって、庭を眺めていた。 風の後の月山の木が被害を受けて枝などもたくさん折れていた草むらの乱れたことは無論でひワだとか瓦とかが飛び散り立ちとか通る柿とかが無数に倒れていたわずかだけさした日光に恨み顔な草のろがキラキラと光っていた空はすごく曇って霧に覆われているのであるこんな景色に対していて中条は なんということなしに涙のこぼれるのを押し込むように拭いて、咳払いをしてみた。中将が来ているらしい。まだ早いだろうに。と言って源氏は起き出すのであった。何か夫人が言っているらしいが、その声は聞こえないで、源氏の笑うのが聞こえた。昔もあなたに経験させたことのない夜明けの別れを、今初めて知って寂しいでしょう。 と言っているのが感じよく聞こえた女王の言葉は聞こえないのであるが一方の言葉から押してこうした戯れを言い合う今も緊張した間柄であることが中条に分かったこうしよう源氏が手遣から開けるのを見てあまり近くいることを遠慮して中条は少し後へ退いたどうだったか昨晩伺ったことで宮様はお喜びになったかね そうでございました。何でもないことにもお泣きになりますからお気の毒で。途中将が言うと、源氏は笑って。もう長くはいらっしゃらないだろう。誠意を込めてお仕えしておくがいい。内大臣はそんなふうでないと、私へおこぼしになったことがある。過敏なキラキラしいことが好きで、親への孝行も人目を驚かすようにしたい人なのだね。 情味を持ってどうしておあげしようというようなことのできない人なのだよ。複雑な性格で、非常な聡明さで、マッセ大臣に過ぎた力量のある人だがね。まあそういえば、誰にだって欠点はあるからね。などと源氏は言うのであった。あの欧風に、中宮付きの役人はみんな出てきていたか、昨夜のことが不安だ。と言って、源氏は、 中条を見舞いに出すのであった。昨晩の風のきつい頃は、どうしておいでになりましたか。私は、少し、その頃から、身体の調子がよろしゅうございませんので、ただいまはまだうかがわれません。という挨拶を持たせてやったのである。そこを立ち、牢の塔を通って、中宮の町へ出て行く、若い中条の朝の姿が美しかった。 東のタイの南側の縁に立って、中央の神殿を見ると、格子が二軒ほどだけ上げられて、まだほのかな朝ぼらけに水を巻き上げて、女房たちが出ていた。甲羅に寄りかかって庭を見ているのは、若い女房ばかりであった。打ち解けた姿で、こうした風に出ていたりすることは、よろしくなくても、これは、みんなきれいにいろいろな上着に、もまでつけて。 重なるようにして座りながら大勢で出ているので感じのよいことであった。中宮は道場庭へ下ろして虫かごにつゆを入れさせておいでになるのである。紫草冠んあて第3水準1の90の92色なでしこ色などの濃い色淡い色の葉にお見返し色の薄物の上着などの時節にあったものを着て45人くらいずつ一塊になって。 あなたこなたの草むらへいろいろな籠を持って行き歩いていて折れたなでしこの哀れな枝なども取ってくる霧の中にそれらが見えるのであるお座敷の中を通って吹いてくる風は自重画の匂いを含んでいたあなたの世界の心憎さが豊かに覚えられるお住居である驚かすような気がして中将は出にくかったが静かな音を立てて歩いていくと 女房たちは、際立って驚いた風も見せずに、みんな、座敷の中へ入ってしまった。宮の五十代の時に、同業でグブして以来、知り合いの女房が多くて、中将には、親しみのある場所でもあった。源氏の挨拶を申し上げてから、最小の君、内氏などもいるのを知って、中将はしばらく話していた。ここには、また、 すべてのところよりも気高い空気があった。そうした清い気分の中で女房たちと語りながらも、中条は昨日以来の悩ましさを忘れることができなかった。帰ってくると、南御殿は孔子がみんな挙げられてあって、夫人は昨夜気にかけながら寝た草花が所在も知れぬように乱れてしまったのを眺めている時であった。中条は階段のところへっ 中宮のお返事を報じた。荒い風もお防ぎくださいますでしょうと、若々しく頼みにさせていただいているのでございますから、お見舞いをいただきまして、初めて安心いたしました。というのである。弱々しい宮様なのだからね、そうだったろうね。女は、誰もみんな怖くてたまるまいという気のした夜だったからね、実際不親切におぼしめしただろう。と言って、 源氏はすぐにご訪問をすることにした。直しなどを着るために向こうの室の水を引き上げて源氏が入るときに短い機長を近くへ寄せて立てた人の袖口の見えたのを女王であろうと思うと胸が湧き上がるような音を立てた。困ったことであると思って中将はわざと外の方を眺めていた。源氏は鏡に向かいながら。 小声で婦人に言う。中将の朝の姿は、きれいじゃありませんか。まだ小さいのだが、洗練されても見えるように思うのは親だからかしら。鏡にある自分の顔は、しかも、最高の優越した美を持つものであると、源氏は自信していた。身なりを整えるのに苦心をした後で、中宮にお目にかかる時はいつも晴れがましい気がする。 何らの見識を表へ出しておいでになるのでないが前へ出る者は気が使われる応用に女らしくてそして高い批評目が備わっているというような方だこう言いながら源氏はミスから出ようとしたが中将が一方を見つめて源氏の来ることにも気のつかぬ風であるのを鋭敏な神経を持つ源氏はそれをどう見たか引き返してきて夫人に昨日風の紛れに 中将はあなたを見たのじゃないだろうか。戸が開いていたでしょう。というと、女王は顔を赤くして、そんなこと、ま、た殿の方には人の足音がしませんでしたもの、と言っていた。しかし、疑わしい。源氏は、こう独り言を言いながら、中宮の御殿の方へ歩いていった。また、友をしていった中将は、源氏が、 水の中へ入っている間を綿殿の戸口の女房たちの集まっている気配のうかがわれるところへ行って戯れを行ったりしながらも新しい物思いのできた人は平勢よりもめいったふうをしていたそこからすぐに北へ通って明石の君の町へ源氏は出たがここでは墓ばかしい消し風のものは来ていないで下遣いのお手伝いなどが乱れた草の庭へ出て 花の始末などをしていた同女が感じのいい姿をして夫人の愛している林道や朝顔が他の葉の中に混じってしまったのを寄り出していたわっていた物哀れな気持ちになっていて明石は十三弦のことを弾きながら縁に近いところへ出ていたが人払いの声がしたので平城儀の上へ竿から下ろした小打ち器をかけて出迎えた こんな急な場合にも敬意を表することを忘れないところにこの人の性格が見えるのである座敷の端にしばらく座って風の見舞いだけを言ってそのまま冷淡に帰っていく源氏の態度を女は恨めしく思ったおほかたの奥義の墓ぐる風の音も浮き身一つにしむ心地してこんなことを口ずさんでいた源氏が東の町の西の対へ行った時は 夜の風が恐ろしくて明け方まで眠れなくて、やっと睡眠した後の寝過ごしをした玉かが鏡を見ている時であった。大層に先払いの声を出さないようにと源氏は注意していて、そっと座敷へ入った。屏風などもみんな畳んであって混雑した室内へ、華やかな秋の日差しが入ったところに、鮮やかな美貌の玉かが座っていた。源氏は、 近いところへ席を定めた。荒井の脇の風も、ここでは、恋を告げる方便に使われるのであった。そんな風なことを言って、私をお困らせになりますから、私は、あの風に吹かれて行ってしまいたく思いました。と機嫌を損ねて玉かずらが言うと、源氏は面白そうに笑った。風に吹かれて、どこへでも行ってしまおうというのは、少し軽々しいことですね。 しかし、どこか吹かれていきたい、目的のところがあるでしょう。あなたも自我を表すようになって、私を愛しないことも明らかにするようになりましたね。もっともですよ。と、源氏が言うと、玉かずらは、思ったままを誤解されやすい言葉で言ったものであると、自信ながらおかしくなって笑っている。顔の色が華やかに見えた。海宝きのようにふっくらとしていて、 髪のの間から見える肌の色が綺麗である目があまりに大きいことだけはそれほど品の良いものでなかったその他には少しの欠点もない中条は父の源氏がゆっくりと話している間にこの衣服の姉の顔を一度覗いて知りたいとは平成から願っていることであったから隅の部屋のミスが記調も添えられてあるが見られたままになっている その端をそっと上げてみると、中央の部屋との間に障害になるようなものはみんな片付けられてあったからよく見えた。戯れていることは、見ていてわかることであったから、不思議な行為である。親子であっても、懐に抱きかかえる幼年者でもない、あんなにしてよいわけのものでないのにと、目が止まった。源氏に見つけられないかと恐ろしいのであったが、 好奇心が募って名を覗いていると柱の方へ体を少し隠すように姫君がしているのを源氏は自身の方へ引き寄せていた髪の波が寄ってハラハラとこぼれかかっていた女も困ったような風はしながらもさすがに柔らかに寄りかかっているのを見ると始終この慣れ慣れしい場面の演ぜられていることも中将に合点された 圧巻の覚えられるるであるどういうわけであろう公職なお心であるから小さい時から手元で育たなかった娘にはああした心も起こるのであろう道理でもあるが浅ましいと真相を知らない中将にこう思われている源氏は気の毒である玉かずらは兄弟であっても同福でない母が違うと思えば。 心の動くこともあろうと思われる美貌であることを中条は知った。昨日見た女王よりは劣って見えるが、見ている者が微笑まれるような華やかさは、同じほどに思われた。八重の山吹の咲き乱れた森に、露を帯びて、夕映えのもとにあったことを、その人を見ていて中条は思い出した。この頃の季節のものではないが、やはり、 その花に最もよく似た人であると思われた。花は美しくても花であって、またよく見られた髄なども森の花と一緒にあったりなどするものであるが、人の美貌はそんなものではないのである。誰も女房がそばへ出てこない間、親しい風に2人の男女は語っていたが、どうしたのか、真面目な顔をして源氏が立ち上がった。玉かずらが、 吹き、なんで風の景色にお見ないししおれ死ぬべき心地こそすれ。と言った。これは、その人の言うのが、中条に聞こえたのではなくて、源氏が口にしたときに知ったのである。不快なことが、また好奇心を引きもして、もう少し見極めたいと、中条は思ったが、近くにいたことを見られまいとして、そこから退いていた。源氏が、白露になびかましかば、 お見し荒木風に箸折れざらまし。名代竹をお手本になさい。と言ったと思ったのは、中将のひがみみであったかもしれぬが、それも気持ちの悪い会話だとその人は聞いたのであった。花散る里とのところへ、そこからすぐに源氏は行った。今朝の肌寒さに促されたように、年を取った女房たちが、立ち物などを夫人の座敷でしていた。 細びつの上で真綿を広げている若い女房もあった。きれいに染め上がった口ちば色の薄物、淡紫の出来上がりの良いうちなどが散らかっている。なんですこれは、中条の下重ねなんですか。御所の壺洗剤の秋草の宴なども、今年はダメになるでしょうね。こんなに風が吹き出してしまってはね、見ることも、何もできるものでないから。 ひどい秋ですねなどと言いながら何になるのかさまざまな染め物織物の美しい色が集まっているのを見てこうした見立ての巧みなことは南の女王にも劣っていない人であると源氏は花ちるさと思った源氏の直しの材料の品の物綾を初秋の草花から摘んで作った染料で手染めに染め上げたのが非常に良い色であったこれは 中条に着せたらいい色ですね。若い人には似合うでしょう。こんなことも言って、源氏は帰って行った。面倒な夫人たちの訪問の友をみんなして回って、時の経ったことで、中条は気が気でなく思いながら、妹の姫君のところへ行った。まだご寝室にいらっしゃるのでございますよ。風をおこあがりになって、 今朝は、もうお気きになることも、おできにならないのでございます。と、音んが話した。悪い天気でしたからね。こちらで宿直をしてあげたかったのだが、宮様が心細がっていらっしゃったものですから、あちらへ行ってしまったのです。おひなのご殿は、本当に大変だったでしょう。女房たちは笑いっていう。扇の風でも大変なのでございますからね。 それにあの風でございましょう。私どもは、どんなに困ったことでしょう。何でもない紙がありませんか。それから、あなた方がお使いになるすずりを拝借しましょう。途中條が言ったので、女房は、棚の上から出して、紙を一巻蓋に入れて、すずりと一緒に出してくれた。これは、あまりよすぎて、私の役には立ちにくい。 と言いながらも中条は姫君の聖母が明石夫人であることを思って遠慮しすぎる自分を苦笑しながら書いたそれは淡わし紫の薄用であった丁寧に墨をすって筆の先を眺めながら考えて書いている中条の様子は艶であったしかしその手紙は若い女房を羨望させる一女性に宛てて書かれるものであった 風騒ぎ村雲べベイフうべにも、ぼうるるまなくぼうられぬ君。という歌の書かれた手紙を、穂の乱れたカルカヤに、中条はつけていた。女房が、片野の少々は、髪の色と、同じ、色の花を使ったそうでございますよ。と言った。そんな不流が、私にはできないのですからね。送ってやる人だってまた、そんなものなのですからね。 中将は、こうした女房にも、あまり慣れ慣れしくさせない溝を作って話していた。品の良い貴公子らしい行為である。中将は、もう一通書いてから、右馬之助を呼んで渡すと、美しいわらべ侍や、物慣れた随人の男へ、さらに右馬之助は渡して、使いは出ていった。若い女房たちは、使いの行く先と手紙の内容等を知りたがっていた。 姫君がこちらへ来ると言って女房たちがにわかに立ち騒いで貴重のキレを引き直したりなどしていた昨日から今朝にかけて見た霊人たちと比べてみようとする気になって平成はあまり興味を持たないことであったが妻戸の見据え体を半分入れて貴重のほころびから覗いた時に姫君がこの座敷へ入ってくるのを見た。 女房が前を行き来するので正確には見えない。淡し紫の着物を着て髪はまだ着物の裾には達せずに末の方がわざと広げたようになっている細い小さい姿が可憐に思われた。一昨年頃まではまれに顔も見たのであるがその頃よりはまたずっと美しくなったようであると中将は思った。まして妙齢になったなら。 どどれれほどの美人になるであろうと思われた先に中条の見た霊人の二人を桜と山吹に例えるならこれは藤の花と言ってよいようである高い木にかかって咲いた藤が風になびく美しさはこんなものであると思われたこうした人たちを見たいだけ見て暮らしたいママ母でありイボ姉妹であればそれのできないのがかえって不自然なわけであるが事実は。 そうした恨みしいものになっていると思うと、真面目なこの人も、魂がどこかへ憧れていってしまう気がした。三条の宮へ行くと、宮は、静かにふつ,つとめをして、おいでになった。若い美しい女房は、ここにもいるが、身なりも鳥なしも、森の家の婦人たちに使われている人たちに比べると、見劣りがされた。顔立ちの良い山女房の墨染めを着たのなどは、 帰って、こうした場所にふさわしい気がして感じ、よく思われた。内大臣も、宮をご訪問に来て、火などをともして、ゆっくりと、宮は、話しておいでになった。姫君に長く会いませんね。本当にどうしたことだろう。と言い出しになって、宮はお泣きになった。近いうちにお伺わせいたします。自身から物思いをする人になって、 哀れに衰えております女の子というものは、実際持たなくていいものですね。何につけかにつけ、親の苦労の絶えないものです。内大臣は、まだ、あの古い過失について許しきっていないように言うのを、宮は、悲しくお思いになって、望んでおいでになることは、口へお出しになれなかった。話の続きに大臣は、 物にならない娘が一人出てきまして困っております。と母宮に訴えた。どうしてでしょう。娘という名がある以上、おとなしくないわけはないものですが、それがそういかないのです。集大でございます。お笑い草にお目にかけたいほどです。と大臣は言っていた。